どうも、ガクです。平ガクです。今チャーハンの YouTube 見てた。ありがとう。前髪伸びてる？切ったばっかだよ。今日の朝切ったばっかだよ。やばい、前髪長いってめっちゃ言われてんの。朝切ったばっかなんだけどな、今日。こんにちは。すいません、ちょっと今日ゲリラ配信です。僕のファンコミュニティの方のキラリでも宣伝しなかった、ごめんよみんな。急に時間ができて配信できるなと思って始めてしまった。車です。今日初めてハヤト君のインナー行きました。ああ、なるほど。ごめんね、その飯じゃないね、これね。車の中ですね。ちょっと暗くて、顔どこに、この電気の直に持ってきて、こうやってなんか電柱による虫みたいな感じでやろうかしら、こうやって。どうも、サナエタです。その虫みたいよね、わかる。俺さ、週に一回インスタライブをやるっていう約束をして、ちょっと今週のスケジュールを確認してたら、あ、できなそうだなと思っちゃって、ちょっと今日、今週ね、今週のスケジュール的にちょっと一旦保険で今日やります。なんかここがパックリ割れてるね。これちょっと割れてる感じも、ちょっとこれ、このなんか、元気ですか皆さんは。今日は質問を受け付けます。僕はちょっといつ呼ばれるか分かんないんで、いつ切るか分かんないんですけど、皆さんからの質問を絶賛受け付け、まあ、TikTok の方でも受け付け、僕のファンコミュニティキラリの方ではみんなのお悩みを相談の、みんなのお悩み相談に答えていこうかなと。初の試みです。みんな生きていればたくさん悩みあるでしょう。僕がそんなお悩みに、まだまだ未熟な僕ですが、皆さんのお悩みに答えていこうかなと思います。天井低くないって言ってますよね。普通に天井下こう、ほら、これでも見えるか、これでもいい。いつも車普通こういう感じでやるんだけど、くれえなと思って、こうやってあえてこのここでこうやってやってんだけど、今どっちがいい。ここはお悩み相談じゃないから、ここは僕に質問してください。お悩み相談してほしい方はちょっとまあキラリの方で。その引っ越ししたの、お前しないだろ、引っ越ししたばっかや。車の中で花火ってできますか？え、待って待って、花火俺花火買ったんだけど、さっき。え、なんで知ってんの、花火買ったこと。俺がなんかやる予定全くないんだけど、さっき薬局行ってきて、なんか花火見たらなんかどうしても買いたくなって買っちゃった。花火やりてー。車の中で絶対やっちゃダメだよ、良い子は。カンコレ、あ、カンコレありがとうね、みんな見に来てくれた。カンコレ見てくれて、させてもらいました。楽しかった、カンコレ。 TikTok いろんな人とコラボさせてもらったんで、ぜひ見に行ってください。花火目黒くんとしてほしい。いや、ほんとついさっきマジその話をしたの。花火したいっすねっつって買ったの、花火。まあやれる場所ないじゃんって話で、ちょっと一旦車の中に置いとこうって話になったんだけど、お祭り行った？行ってないよ、行ってないから花火買ってんだよ。
行きたいよお祭り。開催してくれ誰か、お祭り、うちうちでやるお祭り。人多いとちょっとあんまりね、なんか行かない方がいいのかなみたいな。今の眠い度、眠くない今日、珍しく。俺車の中は基本寝てんだけど、基本ね、三期間が弱くて昔からすぐ酔っちまうんだ俺。愛知育ちな顔してるね。それな、俺自分でもそれ思う。愛知県の人ってさ、ちょっとなんとなく顔似てる人多くない？わかんないけど、なんか愛知県出身ですっていう人なんとなくね、まあ、全員じゃないんだけど、おぽいぽいぽいって人多い。ちょっとなんか結構鼻とかが似てんのかな、わかんない、特徴的なのかもしんない、もしかしたら。佐野っちの第二の母だよ。やがましいわ。誰？誰ですか？第二の母。本当の人？サンパチエピソード聞きたい。サンパチっていうのはなんか、僕が30っていうあだ名なんですけど、さっきストーリーにあげたなんか、山中十太郎、浴衣姿でなんか、へってヘラヘラしてるやつ。あいつが80で、僕らの愛称3080って言うんです。コラボ名みたいなね。のエピソードを聞きたいと。ジュータロとはね、最近一番喋るかな。メンバーみんな喋るんだけど、ジュータロなんか二人で喋ること多いな、最近いろいろ。今から何するの？撮影だよ。撮影してんだよ。トリリオンゲーム、ありがとうね、みんな盛り上げてくれて。すごく嬉しいわ。あ、質問来ました。お母さんの好きな手料理は教えて。そぼろ丼か明太子パスタって基本言ってたね。何食べたいって言われたら。全然質問来ないんだけど、俺に質問ない感じ？みんな。ねえ、カラスに振られた。どういうこと？どういうこと？カラスに振られるって。鳥類でしょカラスって。俺ら人類だよね。人か？シャンプー何使ってる？あ、そういうね、ちょっと質問ちょっと俺キラリでしか言えないんで、あんまこういう公で言えない。今ハマってる食べ物は、なるほど、あのね、グミ。たまにインスタライブ食べてる、これちょっと昔よく食べてたでしょみんな、駄菓子屋さんにあるさ、こういうプラスチックの容器開けてなんか爪楊枝でこうやってある、なんか 3×5 ぐらい入ってるちっちゃいこの四角いグミ持ってるかな今俺。なんかね、俺基本的に常備してあるから、それ俺の精神安定剤。あったあった、開けるね。これ俺が今ハマってる食べ物これだから、これこれ知ってる？爪楊枝刺してこれ食べるの。って何が美味しいんだろうねこれ。食感なんか美味しいよねこれね。これ俺まとめ買いしてるから。さくらんぼ？さくらんぼ！これ俺ガキだからさ、こういうのばっか食べてんだよ本当に。私それ嫌い。嫌いとか言うな。でもちょっと気持ち上がる。昔食べれなくて俺これ、大人になってなんか食べてみるかと思ったらなんかドハマりしちゃって、これめっちゃ食べてんだよ俺家帰ったらまずこれ一個食べるもん。グミチューイングガムチューイングガム的な。グミかどうかわかんない、グミっぽいからもうグミしとけ、もういいだろそれ細かいことはよ。やべ口悪かった今。それグミじゃなくない？うるさいな厳しいな、これに厳しい人多い。何なのこれ。じゃあ正式名称教えてくれ。水飴的な？水飴？グミではない。分かった。もう分かった。この話はいいよ、もう。俺になんか質問くれ。俺のこと、興味ねえ人ばっかじゃねえか。こう、1万人もいんのに、これ。500個買ってあげるよ。買えるわ。500個結構だな。いいの？ 500 個買ってくれるの？この、餅？餅ではないだろう。餅で、もちもちしてるけど、餅ではないだろう。餅は、お米系の成分じゃなきゃ餅じゃないだろう。
今日花火見たけど佐野みたいだった。爆発しねえよ。爆発して散っちゃうじゃん花火って。え、俺もそういう系？どういうこと？実家に最近帰った。帰ってないね実家最近ね。今度家族来るけどね、うちに。トリリオンゲームハゲ、楽しみすぎてハゲそう。ハゲないと思うけど、楽しみしといて。こっからどんどん面白くなってくんだから、マジで。もう、面白いぞ、マジで。絶対見た方がいい。すごい、なんか、TVer とか Netflix とかみんなお気に入りとかありがとう、本当に。順位いいみたいで嬉しいです。もっと1位狙ってこいよ、一緒に。お姉ちゃんの結婚式できる日があったらミルクメンバー来てほしいです。え、結婚式ができる日があったら、まだね、決まってないってこと？それどういうこと？どういうことですか？トリリオン漫画見ました。もちろんここにありますよ漫画。これ出していいのかな。もうここに常に常備してるから。これ何巻ですか？これ4巻です。トリリオンゲーム常備してるから。これ明日かき氷食べるんだ。知らんて知らんて。かき氷のなんかめちゃめちゃふわふわなる機械を買おうかめっちゃ迷ってる。ちょっといいお値段するんだけど。台風やばい。大丈夫？気をつけてね台風本当に。台風さ、子供になってちょっとテンション上がっちゃう気持ち上がるけど絶対ダメだからね。飛んでくるから本当気をつけてください。台風は今何中ですか？今ちょっと間空いてると中空き的な車。春くんかっこいい。わー、春くんかっこいい。春くん演じる蓮くんかっこいいから。それかん。これマイク大丈夫だった？やばかったよマイクねえ。俺が壊したのかもしれないんだけど、俺耳中何も聞こえず歌ってたからね。あれ2曲自分の声何も聞こえず歌ってた。あーって言っても自分の声何も入ってないの。でもドームだからさ、耳外すと回っちゃっても何が何だか分かんなかったから、もう勘で歌ってた。なんか 見直してみて。多分 ところどころおかしいから俺焦ったね。初だよこんなに。本当にあれみたいな感じ。出てこない、出てこないじゃないや、ちょっとやめとくわ、出てこないから。夏休みの課題終わんないからやってください。そこ夏休みの宿題とかみんな何があるの？夏休みの宿題。俺はあれあったよ、貯金箱作りとか。小学校の時ね、自由研究もやったな。自由研究何やったの？俺は初めに水ってどっから来たんだろうと思って、水の起源を調べますって先生にめっちゃ宣言したんだけど、なんかもう訳が壮大すぎて、ごめんなさいできませんって言って、なんかアリは何のお菓子が好きなのかやった。読書感想文ね。俺生活作文なんか最優秀賞取ってるから。俺最優秀賞とか優秀賞なんか3年連続ぐらいで賞もらってるから。俺僕生活作文優秀だから。俺習字あるよね。大学生暇なんか、暇は大事にした方がいい本当に。なかなか暇ってなくなるから、大人になってくると。その暇な時になんか何やってもいい、何やってもいいから、ちょっと自分と会話する時間を作った方がいいから。アリのせいのやつ何だったの？覚えてない、全然覚えてない。自慢かよ。自慢させてよ。生活作文書けるように見えないでしょこの顔。生活作文の背の字もない顔してるでしょ。そのぐらい言ってかないと。みんな、え、そうなんだ。生活作文、ダメだ、滑舌終わってるわ。暇大事だよ、本当に。暇なんてなくなってくから、嫌でも。社会人暇じゃないよな。頑張ろうな、社会人。キラリね、ちょっとこの、終わってからできないかもしれないんだけど、もしかしたら撮影終わってからやるかもしれない。ちょ、いつ呼ばれるか分かんないのよ。ごめん。本当キラリごめん。
帰りとかでやるかもしれないけど、今日できたら絶対やりたい。ごめん、ちょっと待っててね。ちょっともうちょいしたら俺 TikTok やるから、 TikTok にもちょっとご挨拶しないとやっぱ怒られちゃうから、ちょっと TikTok 見に来てね。ダンスめっちゃ踊ってるから最近俺。ちょっと昨日の TikTok ちょっと申し訳なかったな。ちょっと俺さすがに踊れてなすぎたね、あれね。隠れてたもん。なんせ練習時間がちょっとなさすぎた。5分なかった練習時間が。あれ途中俺トークショーで言ってたでしょ、あの時間終わったらすぐで。言い訳ね、俺言っとくよ、言い訳なんだけど、ちょっと見に行ってください、僕の踊れてなさ見に。 TikTok 昨日ね、ちょっと申し訳なかったな、コラボで踊れてないって最悪だよ、マジで。愛車も踊れてなかったよ。あ、もうそれはもういいですよ、自分たちの歌はいいのよ別に。コラボさせてもらう方のやつ踊れないのは最低だから、マジでごめんなさい。ちょっと TikTok 顔出してくるわ、ちょみんな見に来て TikTok。 OK? あ、ちょっと待って、ごめん TikTok できなそうです時間って。え、待って待って、1分も無理、1分無理、何 ?1 分いける、1分いける、あ、ちょ、1分 TikTok 行くわ。ちょ、ごめん、1分だけ見に来てよ TikTok。 いい?約束ね。ちょっとごめん、呼ばれるらしいわ。ちょっとバイバイ、ごめん。